はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。スカイリム VR、今回もモーションコントローラー使ってやっていきます。で、今回はこの声の道ですね、進めていきます。グレビアードが世界の喉の傾斜にあるハイフロスガーの修道院に私を呼び出したということで、ハイフロスガーへ向かっていきましょう。どうするんだっけ、ちょっと待って、マップを表示する前に、武器の方ですね。これまあ、これはまあ今魂石みたいなのは溜まってると思うんですけれども、魂石ってなんかね普通に売ってるみたいなんで、まあお店で見つけたら買って補充しましょう。マップの表示はこうか。どこまで行ったんだっけ、ハイフロスガーまで行くんだけど、ハイフロスガーには実際行ってないんだよね。こう進んでいって、その近くのここじゃないな、どこだ、あれどこが近いんだ、ちょっと待ってね。ハイフロスガーがここで、蜂蜜製造所、イバルステッド、ここに来たんだっけ。でこっから今度このハイフロスガーを目指す感じになるんで、移動しましょう。ちょっとねやっぱり操作がねコントローラーと全然違うんで、少し間が空くとね、やっぱり忘れちゃうんですよね、やり方を。特に移動とかね、どうすんだっけっていう。前に進むんだけど、横に向く方法がわからんみたいな。最初だからちょっと操作練習はしましたけれども。ここだね。そうだよね。一応なんかこういうところも覗いてみる？これ宿屋か。宿屋とかって何なの？朝にしたり夜にしたり。一応なんか朝とか夜とかありますからね。いつの間にか暗くなってるし。で、今、いつの間にか明るくなってるからね。お前みたいなのが出て行って何ができるんだ。ひどい。家に帰ってママの父でも飲んでな。いや、この女の人は。すみません、旦那様。私のリュートをお聞きになりませんか？リュート聞こう。もし音楽をお望みなら言ってください。まずハイフロスガーについて聞くか。修道院への7000階段を登りたくて、いつも空想しているわ。7000階段。この町に暮らす退屈が紛れるなら何でもいいの。あなたが羨ましい。ここは暇な村みたいですね。何を弾くんだ。リュートを弾きます。リュート。何か曲をお望みならたったの5ゴールドです。5円か。まあいいだろう。倍出しても惜しくない。よし、これにしよう。ありがとうございます。お優しいのですね。女性には優しいからね。あれ？安いね、5ゴールド。ありがとうございます、旦那様。5ゴールド失った。おお、もうちょっと後ろに行く？今話せるのかな？ええ。あれ？まあ、いっか。場合によるわ。飲む？食べる？両方？お、なんかあるね。食べ物、材料。まあ、別にいいか。今はね、ここに。場合によるわ。どうやって終わるんだっけ？食べる？終了できない。L 足す丸。L 足す丸で終了。終了しないじゃん。楽しい旅を、旦那さん。あ、こうか。旦那様って言ってくれるところがなんか可愛らしいね。ぜひとも演奏を続けるべきだと思うよ。何を言いたいの？なるほどね。巡礼者には見えない。まあいいや、出よう。わざわざイバルステッド。まず雑貨屋さんみたいなところにちょっと行きたいね。スカイリムはよそ者の少ない土地だ。けど今じゃ。ここはなんか一般の。クリメクの家。鍵がかかってるね。解除ってことは。当ててやろうか。誰かにスイートロールを盗まれた。でもここはそんなに大きな村じゃなさそうなんで、なんか物売ってたりするのかな。小さな窃盗や酔っ払いの喧嘩の。ここも解除だしょ。兵士とかは暇なんだろうね、きっと。雑用する。これは何？他に何をしか。身を固めて子供を持つつもりならその前にもう一度よく考えた方がいい。あ、そうそうそう、結婚とかね、できるからね。娘に手を焼いていてね。ハイフロスが。修道院に通じる道は7000階段と呼ばれてるんだ。疲労困憊してぶっ倒れずに上までたどり着くのは難しいだろうな。
疲労とか別にないからね。何もない。どこだ。山だから向こうの方だね、多分。向こうの方に行きますか。こっちかな。こっちはこっちでまた別のところに通じてそうだけど。まあ行こう。ハイフロスが7000階段。こっから始まるのかな。レベルアップできるね。ちょっとレベルアップしとく。レベルアップと。体力、スタミナ、どっちにしようかな。ちょっとスタミナを重視していこう。意外にね、スタミナすぐ尽きちゃうからね。能力ポイントはそのまま置いておきましょう。この上りがやっぱり少し画面くるね、揺れるから。まあただひたすら登っていけばいいのかな。おおっとっとっと、来て来て来て、どうしたっけ。ちょっと待って待って待って、こうか。ほい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 と、あ、アイテムとかね売ってくればよかったな。今結構手持ちがいっぱいなんだっけ。まあ、基本的にここら辺は狼だね、多分。まあ、そんなに頻繁にね、洞窟とか行かない限りは、モンスターは出てこないと思うんで。で、鹿とかは無害なので、まあ、ほっときましょう。無益な殺生はしない。おお、結構登ってるね。あ、あのなんか人っぽい？人っぽいね、ちょっと武器しまおう。間違えて切りつけちゃうからね。アイフロス街への道に向かうなら、狼に注意してくれ。うんうん、さっき出会ったよ。話すと。なんだ？グレビアードが？あ、雨降ってきた？雨って今、これね、スカイリムの世界ね。ドゥバーキンと呼ぶ声を聞いたことは？ああ。あ、鹿か。僧兵がそんなことをするとはおかしなものだ。どういう意味があるのかな。うん、何してんだ。あ、待った待った待った。僧兵がそんなこと、この上で時間を過ごすのが好きなんだ。暇すぎだろ。この階段を歩き、表彰について瞑想。グレイビアード訪ねたことある。彼らは来訪者があるようなタイプではないからな。でもいずれにせよそこまで上に行ったことはない。ああ、登るの大変なんだね、やっぱ。人々が彼らのために食料や必需品を置い、彼らは来訪者があるようなタイプではないとか。よし、まあいいや。でも、まあ、雨が降ってきたけど、ちょっと武器を出して、特段足元とかは変わらないよね。まあ普通に考えたらね、サクサク登ってるけどさ、こんな山登るの。めちゃくちゃ疲れるでしょ。俺もそういうの超苦手なんで、もうアウトドアとかマジダメなんで、引きこもりだから。うおっとっとっと、おうおう、これだね、魂石、やっぱちょっと確保したいね。あったら買っていこう、魂石。なんかね、属性がついてるやつは、あれ？これこっちでいいの？その魂石がね、必要になるみたいですね。で、普通のやつは大丈夫かな。ほいほいほい、片手武器32に上昇。32が果たしてどれくらいなのか。高そうな気もするし、レベル99までとかだったらなんか意外にあるよね、32っても。ちょっと横道へ行くとよくわかんなくなっちゃいそうだから、そのまま進んでいきましょう。これはやっぱり道順のあれなのかな、印なのかな。お、すごいね、めっちゃ寒そうだね。うちのリディアちゃんとかも大丈夫か。こいつなんでこんな寒いところで平気で進んでいくんだっていう。お、すごい、このなんていうの、吹雪とまではいかないけどね、雪のこの風具合が本当にすごいよ。もしこれでなんかその扇風機みたいなのでさ、風を再現するっていうのだったらかなりリアル感が出そうだけど。
まあ、VR 体感ゾーンとかだとね、全身を使ってその VR を体験できるんで、俺渋谷の VR パークとかはね行ったことあるんですよ。さくらさんと一回ね行ったんで。でなんかカイジのさ鉄骨あたりみたいなやつがあって、別にカイジじゃないんですけど、そのなんか鉄骨を渡っていくっていうやつ、あれがねクソ怖かった、マジで。高所恐怖症の人とかやったらあれ本当に心臓止まるよっていうくらいね、すげえリアリティがありましたね。でこいつは何なの、ちょい武器の。ハイフロス街への道に向かうのなら狼に注意してね。と同じことしか言わないな。お前は誰だ。ただの巡礼者よ。巡礼者か。そういうことにしておいて。そういうことってどういうこと、何してんの。階段を歩いたり氷床の上で瞑想したり、数年おきにこの旅をしているの。なるほどね、まあ、巡礼者だからそういうことするんだろうね。まあ、多分でもこのまま道沿いに進んでいけば大丈夫。こういうとことかさ落ちたらどうなんの、すげえな。サク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 登っていってるからね。でもなんかクマとかも出てきそうだな。でもクマはこんな高いところには住まないのかよくわかんないけど。んんんなんかいるね、あそこあそこあそこ、あれもフロストトロール、やはりそういう敵がいるから。これを開いちゃうな。あいつあいつだ、どうした、引っかかってる、怖いんだけど。え弓でサクサク撃ってくれてんね、外してるけど。リディアちゃんだよね、頑張ってるよね。大丈夫、浮いてるけどバグってないか。んん、あ降りてきた降りてきた、ほら、あ、でかでか、おー、すげえ、でっけ、やばいやばい、グタクさ、え、強くないか、ちょっと待って、強いぞ、強いぞ、こいつ、やばい、やばい、待って、強いぞ、ちょっとアイテム、あ、え、アイテム、ちょっと待って、もう一回、アイテムで、薬だな、やばい、こいつ、強え、体力、急速の薬、スタミナじゃないな、回復の薬、これ、まあ、そこそこいっぱい25か、使う、どんくらい回復したの、これもう一個使っとく。え、右下のやつが体力全然回復しねえじゃねえかよ、やばいぞこれは、半分くらい使ったな。一回戻って、まず盾を構える、ちょ盾を、もうちょい前に出る、やばいだろこいつ、ちょっと、マジでやばい、撤退する、ちょっと待って、やばい、やられた、いや、強えわ、いきなり超強いのが出てきたんだけど。ってことはレベルを上げないとダメ？なんかステータス的にさ、力とかさ、そういうのないもんね。やっぱりその武器だ、武器のこの熟練度を上げて強くするのと、あと武器と防具そのものを強化しないといけないんだ。もうちょっと多分寄り道とかをしないといけないのかな。で、死ぬとどうなるの、アイテムを見てみよう。要は使ったアイテムが、あれだね、多分セーブっていうか、一回オートセーブしたところからになってんのかな。まあ、薬は減ってないね。重量がね、もう310分の306なんで、どうする？ここはなんかろくなもの売ってないからね。かといって山登っていっても敵がいるわけじゃないし、ホワイトラン周辺でもう少しなんとかした方が良かったかな。いやー、強いわマジで。こっちのダメージなんか全然通ってなかったよね。当たってないんじゃないかっていうくらい通ってなかったから、なんかちょっと探索しますか。怖い、こっち。やっぱでもミッションをこなさないとね、お金とか手に入んないと思うんで、ミッションをこなしつつ、なんかこの前みたいになんか盗賊の
アジトに行って、どこだ、どこかで音がする。うわー、なんかいた。今度トロールかよ。戦闘態勢に入ろう。で、まずは構える。ほら、ほら、防御が上がった。ほい、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 ちょ、ほい、当たんないんだよね。まだ俺も通ったら、まず大丈夫な。トロールを、いや、当たってる。ただじゃ置かないわ。いや、ちょ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 、なんか、敵にさ、ターゲティングしたいね。盾をさ、盾構えながらってやっぱあれか、攻撃が入らないんだ。やばい、やばい、ちょっと待って。そう、また、また、リディアちゃんが近い。リディアちゃんが近い。トロール、一匹に、めちゃくちゃ使うな。これだな。あれ？どうした？あ、もしかして捨てちゃった俺。あ、捨てちゃったっぽいんだけど。巻物とかなんか、使ってみる？術的なやつ、エクスプロージョン。使う。使えんの俺。使って、ちょっとわかんねえな。速攻で退散しよう。戻って、あ、あそこに捨てちゃったね。ほら、どうやって使うこれ。エクスプロージョン。ちょっとわからんわ。マジでわからんわ。いや、でもこれはもう任せよう、リディアちゃんに。リディアちゃん、やばい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 、やられた。ちょいちょいちょい、まずあの捨てちゃった、あれを前に行ったいけない。ちょっとどうしようもないよ。もうエクスプロードになってるからね。いや強い、ここら辺の敵が強いんだ。ちょっとテンパりすぎて回復薬も捨てちゃったしね。まあただ戻されるんで。スカイリムはよそ者の少ない。いや、ちょっといきなりね、やっぱりあるよね、回復の薬。まあ、捨ててもね、そこら辺にポンって捨てるだけだから取れるんだけど、巻物の使い方が分かんないんだよな。やっぱ巻物は俺術がしょぼいからダメか。ちょっとやり方が分かんないね。魔法、違う、巻物はでもアイテムだから、このね、魔法とはね関係ないはずなんだよね。今火炎っていうのがあるじゃないですか。これを装備して、まあ、実際使うというところにね、なると思うんだけど。で、巻物は要はその魔法力がなくても、まあある程度アイテム消耗として使えるよっていうものだと思うんだけど、今のままだとダメだね、これ。ここら辺のトロルが倒せない。トロル一匹にさ、全力を出して戦ってるようじゃさ、ね、2、3人来たらもう無理だから、一回ホワイトレンとかに戻った方がいいのかな。ちょっとミッションとかなんかこなせそうなやつを調べて、一回ホワイトランですね、拠点を戻したいと思います。じゃあちょっと一回いろいろ調べるんで中断をします。はい、じゃあホワイトランですねに戻ってきて、同胞団っていうのがあったじゃないですか。まあ2個くらい前の動画かな。同胞団がなんちゃらって言ってた人たちがいるんで、ちょっとその同胞団のイベントを進めていきましょう。なんかそれにね、なんか入団できるみたいなんですよ。どこにいるんだ？なんかホワイト団のね、宿舎みたいなのがあって、そこに行くとね、なんか入団テストみたいなのを受けられるみたいなんで、ジョルなんちゃらっていうホワイト団の宿舎みたいですね。これかな？あ、これ、ジョルバスクル。よし、開けて、入っていきましょう。頼もう。トロールに勝てる力を授けてください。トロールに勝てないんすよ、マジで。あ、そっか。死んだからあれだ。レベルとか。なんだ、殴り合いが始まってるよ。相手の目をよく見ろ。訓練か？その前にちょっともう一回レベルアップしよう。体力も重要だけど、いや、体力も重要だけどね、やっぱりまあ、スタミナもね、重要だと思うんだよね。スタミナを増やして、能力ポイントとかどうする？
ちょっと多いよね。破壊っていうのはね、魔法の破壊力だと思うから違うんだよね、またそれも。やっぱ片手武器だよね、片手武器。でこれ使ってればさ、勝手に増えていくからね、わざわざポイントを振る必要があるのかっていうところがやっぱりちょっとまだ微妙なところなんで放っておきましょう。ちょっとあの殴り合いのところ行ってみるよ。ジャスタストーン、あ、ハビス構えてるんだ。連中のことは気にするな。問題を解決しようとしているだけだ。古いやり方でな。あ、なるほどね。同胞団とはなんだ。ここにいるバカどもに聞いてみろ。全部違った答えが返ってくるから。そんな傭兵団、名誉のために戦う戦士、剣のもとに集う兄弟姉妹、大抵の連中よりもここに来て長くなる。自分でも時々わからない。ね、同胞団にね入れてほしい。自分にその資格があると思うのか。ふん、安心しろ。それを決めるのは俺じゃない。コドラクと話すがいい。さあ、あいつの気分次第だろうな。誰、コトラットみたいなこと言ってたね。また今度。どこにいるんだ、あれ、こいつは。なんかぶっ倒れてるけど、こっち違うね。ちょ、リディアちゃん邪魔よ、リディアちゃん。てかみんないなくなっちゃったよ。全然人がいないんだけど。あ、こっちにも続いてるんだね。居住区画、あれ、さっきのとこ出ちゃう。どこにいるんだ。俺も同胞団に入りたいんだよ。私はただの、またお前。おお、おばあさんがいる。え、このおばあさんは何なの。ディディアじゃない方。ティルマじゃないね。どこにいるんだ。お、女の人が寝てる。リア。何、責任者誰だ。ここではサークルが仕事を仕切っているの。アエラ、スコール、それからファルカスとビルカスの兄弟ね。いっぱいいるな。コドラクは助言をするけれど命令はしないわ。わからんな。じゃあね。偉い人に会わせてくれ、偉い人に。さっきのハギオジもまあ偉い人ではあるんだね。こいつはこれ一般兵っぽいな。すげえ一般兵っぽいな。ストーンワーム、名前はかっこいいけどね。あそこになんか座ってる。消えてくれ、ビルカス。やれやれ、また野心的な訪問者か。消えてくれ。ここへ。お前の力がどれくらいなのかも知らないし、それを見定めている時間もない。え、コドラックが保証するならお前に任せられる仕事があるかもしれない。コドラック、いや、コドラックだな。コドラックを探そう。じゃあな。あ、こいつだ。見ない顔だな。仲間に加わりたい。今すぐに、ちょっと顔を見せてもらえるかな。悪くない。なかなか根性がありそうじゃないか。顔だけで。マスター、本当に彼を受け入れることを考えていないのか。私は誰の主人でもないのだ、ビルカスよ。この前見たときはジョルバスクロにベッドの空きがあったはずだ。今話してる最中か、こいつら。現在顔はできません。そこで眠る資格があろう。すまない。だがおそらく今はその時ではない。あ、そうだ、イヤホンしてなかった。そのものの話さえ聞いたことがない。ちょっとイヤホンして、なんか声が遠いなって思った。我々を訪ねてくるのはテレビの音声しか求めて訪ねてくる。出てなかったんでイヤホンしないと。要は心が大事な。よし、オッケーオッケーオッケー、聞こえる。それと武器だ。もちろん戦いは得意なんだろ、ひよっこ。いや、トロールにやられました。自分のことは自分でやれる。あれ、ちょっと待ってね、これをセットして。ほい、そうかもしれないな。こいつはビルカス、君の腕前を試してくれ。ビルカスよ、彼を庭に連れて行って何ができるのか確かめてやれ。何もできねえよ。ああ、官僚、同胞団のリーダーと話す。行くぞビルカス、戦いを始める。
ビルカスに腕前を見せる。なるほど、トロールより強かったら終わるな。ただ俺に勝てないようだとさ、ビルカスもトロールには勝てないからね。よし行こう。ちょっと頭が痒いんだけど、え、どこ行った？こいつについていけばいいのか。あ、訓練場みたいになってんね。ああ、新人からお前の力を見せる術を知ってることを願うよ。やろうじゃないか。俺に向かって攻撃してみろ。え、腕を見てやる。心配するな。ちゃんと受け止めるか。いいの？いつ見るの？ちょっと待って。先輩に生きては感謝だよ。ここに来るべきじゃない。こいつの盾を装備してんな。この程度ってわけ。うわ、大振りだ。あんまり減ってない。しまった。あ、なんでこいつらがここに来た。ひどくないか。リッチだ。ひどい。なにそれ、ひどい。ちょ、俺が人生最後の街だ。うわー、痛い。はるかさ倒せそうだな。殺してやる。なんで殺してやるとか言ってきてんだけど。俺のヒットポイント、ちょっと待って、また俺のヒットポイントがやばい。強い。敵がさ、強いんですけど、なんなの、俺が弱いのか。今まであんまりさ苦労してなかったけどさ、いきなりここに来てさ。もう一個飲もう。OK。 うわっ、ちょわちょわちょわ。とりあえずこいつ先に取っとく。傷つけようとしても。 OK。 こいつが強い。さあ来い。うわっ、何するんですかって言われても君が邪魔なのよ。え、後ろから食らってる。まだね。あっか。いや、ちょ、待って、間合いを取ろう。この盾を装備してんのがちょっとうざい。自分がノルドだって言うのか。やばいね。じゃああいつ振りかぶってるね。これ入団試験ちょっと突破できる自信がないな。薬が全然回復しない。そういうものなんかきちんとガードしよう。捕まえてやる。こいつ先に。あ、リティアちゃんやられちゃったのか。で、周りが難しいんだけど。いっちゃったな。ノルドだって言うのか。どうした？復活してんじゃん。待って、こいつを倒さないと。リティア、後ろから来ない。ナイスな。ほら。え、もうやられた。やばい、もう無理だよ。ひどいよ。ちょ、いやー、やられた。これは何、ゲームオーバー扱い。敵からの攻撃は盾か武器かで防御できるけど、盾の方がいいよみたいな。ダメだ。こいつはファルカスか。さっきのやつだね。ああ、新入りか。自らを制する術を知ってることを願うよ。で、こいつと話すと戦闘が開始されてリンチされるから、ダメだ、今の俺の実力じゃ何にもできない。何を変えればいいんだ。いや、難しいわ。いきなりここに来て難しくなったな。やっぱ盗賊のアジトとかを潰していきたいね。そういうミッションないのかな。もう少し自分を鍛えなければ。今のままだとどうにもならない。あのホワイトランの市長からもらったさ、変な斧とかもやっぱり回復させよう。どこだ、どこで回復できる。売ってんのってどこだっけ。ここだっけ。具合が悪いのか。
ここの鍛冶屋みたいなところで戦乙女の炉。いや、ちょっと熱いんだけどさっきの戦闘でめちゃくちゃ熱くなった。戦乙女の炉へ。大きいのだけじゃなく小さい武器もあるぞ。メイス、どんなものを売ってるんだと。探してるのは防具それとも武器。いや、武器っていうかね、魂石を欲しいんですよ。魂石売ってますか。インゴットじゃなくて、いやー、なんか鉄とかしか売ってないな。魂石売ってないね。ちょっと待ってね、こっちとか。いや、全部普通だね。武器これだって鋼鉄のとかにしないと多分弱いからね。それでもダメージ12とかか。売ってないから、いらないやつはまず捨てよう。鉄の剣とかいらないっしょ。売却しよう。鉄のメイスもいらないっしょ。売却しよう。で、防具だな。あー、なるほど、あんまり持ってないんだ。え、何が圧迫してる。狼の怪我とか来るのいらないやん。売ろう売ろう、とにかく売ろう。リネンラップとかも全部売っちゃおう。ロックピックはいるね。鉄のインゴットとか使いそうだしね。草ひももなんかに使いそうだしね。こんなもん。え、こんなもんしか売れない。何が重いんだ。矢とかがいっぱいありすぎんのか。まあいいか。ここにはあの魂石みたいなのが売ってないね。あんたと仕事ができてよかったよ。なんかしたっけなんかわけわかんないこと言ってきたんだけど。さてどうする。マジでどうする。リバーウッドとかもね、戻るかそこまで戻ってなんか仕事をこなさないといけないか。じゃあちょっとすいません、もう本当に今回なんか進んだかって言われたら何にも進んでないんだけど、自分の弱さを痛感したんで、一回なんかそうだね、レベル上げ的なものとかやっぱり調べてやった方が良さそうだね。というわけでマジで本当に何にも進んでないんですけど、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。盗賊か。面倒は避けろよ。